お金の話はかつて赤字国債の問題でかなりここのブログでも取り上げたんですが、今消費税がありますのでちょっと整理をしてみたいと思います。まあ、多分ですね、多くの人はですね、これほど連続して嘘を言い続けている、民主党政権ですから、誰もがですね、もしかすると消費税率を上げると財政再建ができるとかですね、まして社会保障の一体改革なんていうのは言葉だけだということはもうほとんどそう思ってると思うんですが、一応ここではですね、増税、つまり税率アップと増収の関係に注目して考えてみたいと思います。ただもう消費税通っちゃうじゃないかという感じもあるんですが、これはですね、無視できるんじゃないかという気がするんですね。というのはもともと増税しないって言って政権取ったわけですから、それが増税するってことはもうこれ無効なんじゃないかと思うんで、すぐ国民がですね、これやめるってやまるんじゃないかとは思うんですが、それとはちょっと別に冷静にやってみたいと思います。消費税を上げるということはですね、国民が何かを買うときに税金がかかるということを示してますね。そうしますとですね、国民の財布っていうのは消費税が上がったからっつって増えるわけじゃないんですね。例えば財布の中に1万円入ってるとしますと、昔消費税がなかったんですが、なかったときは1万円の買い物ができたんですが、消費税が 10% になると9000円しか買えないんですよ。あと残りの1000円、1000円というかもっと詳しく言えば9900円となんか900いくらってなるんですけども、簡単に言えば9000円しか買えないわけですね。ということはあと税金に行っちゃうんですよ。ということは国民が買う量が1割減るということですね。消費税のない時代に比べれば日本国民の買う量が1割減ると、したがってこれは企業の販売量が1割減ると、こういうことになるわけですね。もう当然企業の収益は悪くなるわけです。企業の収益はここのブログをお読みになる人で、ご商売やってる人はよく知っておられる通りですね、結構微妙なものですからね、そんなに悠々とやっているというわけではありません。したがって、1割も売上高が減るとですね、収益は非常に少なくなります。売上高が1割減ると1割だけしか収益が減らないなんていう企業はほとんどなくて、多くの企業は大変に大きな打撃を受けます。で、日本の税制というのはですね、もともと所得税、法人税、消費税、その他の税で、成り立っているわけですけども、なかなかこの消費税というのは悪どいもんで、一回民間から我々から言えばですね、所得税に対して、所得に対して税金取られているのにまた買い物すると取られるというわけですね。これは二重税というか三重税というか、そういうふうになっているわけですね。で、もうすでに、法人税は結構不景気で少なくなっているし、所得もですね、全然伸び悩んでいるわけですね。だけども本来どういうふうにしなきゃいけないかというと、もちろんみんなのお金が豊かになり、その結果内需が拡大する、つまりどんどん物を買ってくれて企業が収益を上げて、サラリーマンの所得が上がってさらに裕福になり、その結果法人税と所得税が上がって国の財政も再建できるこういうふうにですね、日本中の人が全部ハッピーっていうのが一番いいんですよ。ところがこれ逆なんですよね。まず第一に企業の収益から法人税を取り、企業が従業員に支払った給料から所得税を今度取り、さらにその個人が買い物するときまた消費税を取ると、いうですね、もう三重に取るということですから最悪ですね。日本人の可処分所得が減って、将来の夢を実現する可能性がもっと減ると、こんなことになりますね。こんなことはもちろん税の基礎知識の基礎知識ですから専門家よく分かってるわけですが、どのくらい今度の 5% から 10% の消費税率を上げると税収はどのくらい増えるのか、ほとんど数字を示されておりません。これはですね、計算が難しいということと、あと責任を問われるということですね。これを実際に計算しますと、あまり税収は上がらない、つまり消費税を 10% 上げてもみんなの買う量が減ってしまうので、法人税や所得税が減って結果的にはあまり増収にならないということが明らかになると思います。じゃあそれなのになぜ消費税を上げようとしているのか、これはですね、税務が複雑になれば財務省が儲かるということなんですよ。財務省の役人だけが儲かるということですね。これはどうしてかと言いますと、今度消費税を上げますとですね、これに伴って法人税や所得税の
減免措置、減らすというのを複雑にやってくると思います。つまり税率を上げるところまでは国会議員の役割、税率を上げてですね、それを軽減措置をするのは財務省の権限ということでですね、財務省はこれからしこたま設けるわけです。これは私が言っている晩期公論に決するわけじゃなくて、個別の役人が設けるために日本全体がダメになる、それが今度の消費税率の 増加であります。これをもしですね、税と社会保障の一体改革ではなくて消費税率と所得税法人税の一体改革ならですね、まだ可能性があると、日本に対していいことになる可能性があると、こういうことですね。